ず押してしまえばそのまま下がれっていうのはうちの子ができる。それってあれじゃない、スクワットの時に膝を前に出すなっていうのをやってる人は違和感なくできるけど、そうただ無意識でやった時にどっちかっていう話出ちゃう。普通の人前に出るじゃん、つま先に多分そうなると膝前出さずにできるかどうか、できるかどうかっていうのは、できる、これね、だからこれどこまでどうやって見るわけよ。 A さんはどうすればあとはその人たぶん4つあれ、またさん A なん A、多分あとは内側、外側の問題。でも俺、これちょっと B らしいから、その意識したら少し楽になった。動物は流行ってる時に、ああ俺これだって意識するんだけど、2、3分経つと忘れちゃう。何タイプだったかも覚えてない。いや、堀田さんそうあるべきでいいと思います。らしくないもん。すぐに自分の声で読んでも本の言いなりにはならない。そうやね。